みんな早いな。何を急いでるんだろう。さっきあんなことを言われたのに、まるで気にしてないみたいだ。僕もちゃんと守れるかな、あの言いつけ。皆さんよろしいですか？帰り道は大変危険です。無事に帰れるまで絶対に振り返ってはいけません。ほう。何があっても後戻りせず進み続けること。怖え。これを忘れないでください。はい。あ、っていうことを言われたんやね。振り返ったらどうなるんだろう。そこまで教えてほしかったな。ダメと言われれば言われるほど気になる。ほんのちょっぴり後ろを見るくらいなら平気かな。何してるの？え？誰？うわ、びっくりした。バカ、それ以上頭を後ろに向けるなよ。どんな顔やねんお前。どういう口それ。やれやれ、まったく危ないな。顔に似合わない可愛い声してるなお前。さっき言われたこと忘れたわけじゃないだろ。はい、振り返っちゃいけないってやつね。もちろんだとも。でもすっかり油断した。後ろから声をかけられるとついつい振り返ってしまいそうになるね。道の真ん中でぼーっとしてるからそうなるんだ。おい、こんな時に何か考え事でもしてたのかい？いやー、ちょっと振り返ったらあかんって言われると振り返りたくなるよねっていうことを考えたんですよ。いやー、ちょっとした好奇心さ。振り返ったらどうなるか試しに。バカなことを。お、考えなくともわかる。良くないことが起こるんだ。まあ、あんだけ言われたらね。でも気になるよな。きっと僕この実況の中で振り返るんやろうな。間違っても試したりするなよ。今は勝負に集中するべき。勝負？何の勝負？はて何のこと？聞いてなかったのか。全く信じられない。あ、なんか話してたんや。誰が一番に帰れるかみんなで競争してるんだ。お前名前なんて言うね。用意ドンの合図でみんな走り出していっただろ。え、そうな。いけない、そうだった。言いつけのことばかりで忘れてたよ。このままだとビリッケツだぞ。じゃあお先。ああ、競争するんやね。お、言ってもたわ。負けは嫌だけど走りたくないな。今から急いでもしょうがない。僕はのんびり歩いていこう。お、始まりましたね。はい、ということでどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハミングです。今回は帰り道というホラーゲームなんかなをプレイしていきたいと思います。まあ今のね、冒頭部分のムービーでもあったように、決して振り返ってはならないっていうだけのゲームらしいんですけど、ね、Steamのストアで見た時にすごく気になったので、ちょっとやってみたいと思いました。はい、じゃあ進んでいこうか。見る山道っていうのはなんだ。長い山道がずっと向こうまで続いてる。草木とかも見れるんや。木がいっぱいで草はボーボーだ。以上かな。じゃあ進んでみるか。お、え、なんか押してんねんけど、すでに。ちょっと待って。これ何？手が、腕が押してるんやけど。調べる？何か落ちてる。後ろを見て。ああ、振り返らない。あ、そうか。え？うわ！うわ、怖え！え？ああ！え？ちょっと待って。ゲームオーバー、エンドにお帰りやって。エンドにってことは、エンディングが結構あるんかな？うわぁ！エンドリスト。わぁ、めっちゃある！ 10 個あるぞ。全回収特典やって。へぇー。なるほどね。今のは、振り返らないっていうのがポンポンポンって3つくらい出てたやつを制限時間内に全部クリックしやへんと、多分振り返ってしまうって感じやったんやろうね。なるほどね。あ、気をつけよう。めっちゃ怖かったな、俺。足が落ちてる次。どういうこと？いや、ていうかさ、この、なんていうのね、デザイン？絵柄？
が個人的にめちゃくちゃ好きですね。あの気持ち悪い感じの絵柄。あの皆さん知ってるかな、僕だけが死ぬ百物語っていうあの漫画があるんですけど、僕あれめっちゃ好きなんですけど、それにちょっと似たものを感じて今若干テンションが上がりました。これ調べるか。何か落ちてる。足やんねこれ。帰ってくる。うん。でこれをポンポンポンとこうやって押さないと、多分これ押さんかったらさっきと同じ感じになる。めちゃめちゃ落ちてる。ちょっと待って、頭まで落ちてますから。あ、これは振り返った奴らの末路かな。今の声は一体、僕が最後尾のはずなのに。怖え。いやもう頭落ちてるやん、これ絶対頭やん。こっち、こっち見てる。怖いな。これはちょっと不気味やな。ああ、なるほど。進みますか。いや、怖えよ。うわあ、もうちょ、やめろ、マジで。うわあ、もうやめろって、マジで。もう、ああ、そんなに怖くないはずやのに。ああ、もう嫌だ。これ調べるか、おい。こっちを見てるじゃねえよ。他にもなんか、感想あるやろ。なんでこんなもんが落ちてんねんっていう。っていうか、たけし、これはたけしの頭だみたいな、そういう反応にはならんのかな。なるほどね。今みたいにびっくりさせるあれもあるんか。あれ、ちょっと怖いからやめてくれ、マジで。あー、いるって。あー、ぶんと、さっきのやつちゃうんけ、お前。あれ、あの、一人目、さっき話しかけてきた男、すぐるって名前つけようか。すぐるやんけ、きっとあれ。女の子立ってるし、腕はもうなんか、腕見慣れてきたな。腕ってか、なんか、ちぎれた手足は見慣れてきたな。女の子が僕を呼んでる。なんだか怖いな。知り合いではないのか。後戻りしない？いやー、ちょっともうこういうの気になるな。後戻りしてみよっか。いや、こういうの気になるよね。なんて言った？なんて言った今？なんて言ってた今。あ、エンディングにはならんねや。ただのゲームオーバーか。てか、なんかゲーム音が急に左側からしか聞こえてこへんくなったん。これ何？バグじゃないよな。え？バグじゃないよな、これ。僕のイヤホンの問題？うん、これで後戻りしないを選ばないといけないんやな。後戻りしない。おい。どうしたんだろう、どうしたんだろうじゃないやろ。後戻りしない。うわ、もう怖いよ。おお、誰だお前。近づきたくない。でも行くしかないもんな、これな。たけし。後戻りしない。ああ、いなくなった。おい。おい、何？やだよ。あげないよ。ちょうだい。ファインディングにもみたいになってきた。おわおわおわ、めちゃめちゃいる。危ない。絶対追いかけてきてる。ちょうだい。でもなんかあの、ファインディングにものカモメが追いかけてきてるって思ったら、あんまり怖くない、ないな。おい。うわあ、怒ってる。あ、ちょっと待って、危ない。よし、画面全体が結構白いからさ、マウスが見づらいよね。ああ、ちょ、やめて。今下打ちしたよ。ずっと左側からしか音聞こえへんけど、これそういうもんなんかな、分からんけど。出が落ちて、これだから先に行ったさ、だから同級生たちじゃないの、この腕な。なあ。そうだろ？そうなんだろ？そうと言ってくれよ。あ、でもなんもないな。珍しく何もないぞ。おい。不気味だって。髪の長い女の人がいる。くちゃくちゃ聞こえるのはなんだろう。うわぁ、くちゃらか。この見た目でくちゃらっても最低やな。あ、後戻りしない。しない。とりあえず一旦まともに行ってみるか。
どうしたん？首が。首、近づくな。いやー、なんで帰り道がなんでこんな山道なの？うわー、腕だ。私の卵知らない。私の卵知らない。知らん知らん知らん。卵知らんって。いや、そんなん、コンビニで買ってこいや。コンビニはちょっと高いか。スーパーで買ってこいや。お話ししましょう。お話ししましょう。いやだ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 。やだやだ。やだ。とりあえず一旦これ、クリアしようや。いやだ。お願い。私を見て。いやだいやだいやだ。承認欲求の塊みたいなこと言ってる。私を見ろ。ずっともう左側からしか声聞こえへんの嫌やわー。これな、な、な、何の音、何の音、クシュクシュ言ってる、クシュクシュ言ってるって。バババババババ笑ってる、笑ってる、笑われてんのかなこれ。あ、嫌やな、気分悪いわ。私があなたのお母さんよ。いや絶対違うから。待て、あ、振り返ってもうた、マジか。うわぁ、作詞やわぁ。今の作詞ですね。押しちゃうよなぁ。振り返るになってたわ。まあいいや、エンディングいけたから。なんか口の中にめっちゃ大量のイクラ入れてたなぁ、この人。この音なんやねん。この音なんやねん。シュ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 みたいな音なんやねん、これ。死ね死ねって言ってるの、これ。ちゃうか。私があなたのお母さんよ。ちゃうちゃう。これで振り返るを押さなければクリアです。やったぞ。私の卵知らないって言ってたってことはさ、あながちさっき僕がいくら口に入れてたねっていうのは間違いじゃないんじゃない？そしてさ、ずっと左側からしか音が聞こえないのはすごく気になるから、ちょっと一回ゲーム再起動します。はい、再起動したんですけど特に変わらなかったんで、イヤホンをちょっといじってみたところ、なんか接触不良で単純に僕が聞こえてなかっただけみたいですね。多分ずっと、YouTube の動画側では、多分普通に両方から聞こえてたと思うんで、はい。やっていきます。で、再起動したらまたここから戻されたんで、はい、カットします。よし！戻ってきました。いやね、無言で今のところやると、普通に怖かったわ。さっきはね、自分の喋りでごまかせてたけど、ちゃんとあいつの声聞くとめっちゃ怖かったわ。はい、ということで、なんかお寺に着いたね。もう、お寺の門がどっしり構えている。さすがにお寺まで来たらさ、大丈夫なんじゃない？本堂に続く階段だ。あー、なんか出てきそうで怖いな、おい。ちょっと、大丈夫これ、本堂が、お寺の本堂だ。かっこいい。かっこいい。お寺の本堂かっこいいって思ったこと僕ないんやけど。すげえとは思ったことあるけど。ああ、いるー。誰かいるー。おばあさんや。おばあさんがいる。おばあさん助けてくれよ。ちょっと。得体の知れない何かにすごく追いかけられるんですよ。あ、いる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 。おばあさんがいる。おばあさん。てかお寺の本堂って人いるもん。あ、賽銭箱。賽銭箱とか調べたら、お、賽銭盗む気じゃないだろうねとか言ってさ、怒られるんじゃない？賽銭箱がある。今日はお金を持ってないな。あ、そう。縁側。本堂の縁側だ。うん。柱。本堂の柱だ。ぶっといな。ぶっといな。わあ！調べれんのかい？え、何？右？え？右に進む。おばあさんが右の方を指さしている。行くしかないよな、でもこれ。はい。ああ。家に近づく。うん。お家だ、早く帰りたい。え、これ家じゃないよな。これ我が家じゃないよな、さすがに。山道はここで行き止まりみたいだ。え？行き止まり？え、あ、これ我が家もしかして。え、さすがに、さすがにないやろ、こんな、ボロや。言っちゃ悪いけど。言っちゃ悪いけど、ボロや。ですよ、これ。え？うわ！
前ここまで来られたんだ。来れたよ、スグル。でも、うん、もう無理だと思うよ。え？君しか残ってないんだもん。うん。みんな脱落しちゃった。うん。振り返ったり、後戻りしたり、諦めたり。うん。僕は変なのに襲われてダメになっちゃった。え、僕はってお前もスグルも。君が来るのを待ってたの。うん。君と遊びたいんだって。え？お迎えが来るまで。ずっとここで遊んでいたいんだって。え？付き合ってあげなよ。やだよ。先に進んでいいんだってさ。負けたらそこで終わり。え？終わり？戦い？終わりっていうのはね、僕が後ろから君をずっと監視して、はい、でもし君が負けたら、こうやってね。ちょっと顔に触れてね。やめろ、もう ASMR。 首を切ってやることさ。すぐる ASMR やめろって。なに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 、首ねじ切る。前に進め。あー、結構広いなおい。進め前に。ちょ、まだすぐるの ASMR。 うわー、ここでなんか昔やった記憶があるな、こういうところで。VR つけて。オッケー。振り返ってる間は動いちゃダメ。オッケー。僕の肩にタッチできたら君の勝ち。うん。じゃあ行くよ。はい。前に進む、前に進む。危ない！だるまさんが転んだ。危ない！はぁ、危ない。怖え。これどうなんねやろうって気にはなるけどさ。前に進んだら。その辺は後のエンディング回収で、やろうか。全然前に進んでないけど、これ。あ、進んだ。あ、ちょっとリズム変えてきたね。もう近づく。うえへへへ。甘いな、この野郎。うわよ、ふざけんな、マジで。おい、なんでやねん。誰やねん、スタンドか、お前の。おい、すぐる。もうちょっとで手が届いちゃうよ。おい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 、手が届いちゃうぜ。タッチできちゃうね。ああ、捕まったぜ。いや、捕まえたぜ。すごいね。だろ？楽しかったよ。ありがとう。いいえ。じゃあね。バイバーイ。つまんないの？え？すぐ負けると思う。楽しかったって言っただろうか。早く先に進みなよ。いいんですか？次の子が君を待ってるよ。あ、今の違う人なんや。すぐるじゃないね。ああ、なんか足がすごい。時間の無駄だって気づかないんだ。え？ああ、消えた。よお！腕がいっぱいある。全員すぐる顔なのはなぜなの？おお、来た。さすがに、ちょっと、旗揚げ？え、なに、海賊にでもなんのか、お前。これ貸してあげる。ああ、それね。どうやって下ろすの？うん。ああ、なになに、赤上げて、白上げて、白下げないで、赤下げないみたいな、そういうやつやんな。赤下げて。赤下げて。白下げないで。はい。白下げない。はい。白下げないで、白上げる。はい。白上げないで、白下げる。はい。赤上げないで。はい。赤上げない。はい。赤下げて。赤下げて。赤下げないで。はい。赤上げる。はい。赤上げないで。赤下げる。はい。白下げないで。白下げる。えいえい。ああ。君の負け。
普通にミスった。はいとか言って。え、いや、再挑戦するよ。はい。これおもろいな。ちょっと、普通におもろいわ。頭使うわ、これ。しようしよう。楽しくなってきたぜ、おい。はい。じゃあ、行くよ。ちゃんと聞こう。あっかさんげないで。うん。あっかさんげない。はい。あっかあげないで。あっかあげる。はい。あっかさんげないで。あっかさんげる。はい。シールあげないで。シールあげる。はい。シール下げて。はい。シールあげて。はい。シールあげないで。シールあげる。あげる。あっか下げて。はい。シール下げないで。うん。シール下げる。はい。あっか下げないで。あっか下げる。はい、下げる。シール下げないで。うん。シール下げない。下げない。あっか下げて。はい、上げる。あっか下げて。上げる。あっか下げて。下げる。シール下げないで。下げないで。シール下げる。上げる。そこまで。よーし。君すごいね。そうだろ？楽しかったよ。ありがとう。ありがとう。すごくいい声やね、この子ね。うん。サトル。じゃあね。名前がもう、なんだよもう、呪術っていうね。早く負けないかなって待ってたのに。一回負けたんですけどね。次は勝てっこないよ。うん。ほら、行った行った。ちょっと待って、今みたいなのが続くと、ちょっと、僕の頭がパンクしそうなんですけど。はい。どういう体勢？あ、まあ、ここの一位になっちゃうってことやね。ああ、誰だお前。あ、口が二つある。いや、目もある。ここ何？学校？すごいなんか異次元に迷い込んじゃった感じ。ああ、笑ってる。どうせ負けるに決まってるの。女の子の映えポーズみたいな。こう、手で輪郭を隠して、ね。うわあ！うわぁ、惜しいな。ああ、カゴメカゴメ？カゴメカゴメってどういうゲームやったっけ？カゴメカゴメやね。カゴの中の鳥はってやつやろ？僕1番。はい。僕2番。はい。僕3番。はい。僕4番。はい。じゃあ僕5番。あ、ちょ、待って。よーく覚えてね。1番、2番、3番、4番。もう見た目が全員一緒やからさ。ちょっと待って、もう普通に左から1、2、3、4やんな。はいはい。オッケー。じゃあ、目をつぶってね。目つぶんの？せーの。ほい。かごめ、かごめ、かごの中の鳥は。あ、これ声覚えとかなかんじゃん。いつでやる。はい。夜明けの晩に。うん。うん。つるとかめとすめた。いや。後ろの正面だあれ。誰だ？あ、わかんねえ、2番。わかるか、バカ野郎。これ声やな。声で覚えなあかんやつや。ちょっと待って。聞いとく。かごめかごめしよう。うん。僕一番。はい、普通。普通の子ね。僕一番、普通ね。僕二番。僕二番。かわいい。かわいい。高めの声ね。僕三番。僕三番。ちょっと低めの、ハスキーな声ね。僕4番。僕4番。一番低い声。さっき4番やったんかな？普通、可愛い声、ハスキー、一番低いやつ。って覚えたらいいわ。大丈夫かな？ちょっと待って、もう一回。普通が一番難しそう。普通、可愛い、ハスキー、低い。オッケー。じゃあ、目をつぶってね。オッケー、今の普通やんな。つぶってねって。かごめかごめ。はい。かごの中の鳥は。おい。いついつでやる。いや。夜明けの晩に。お。つるとかめとすめた。はい。後ろの正面だあれ。はい。誰だ。はい、4番。これ4番だろ、この野郎。君、すごいね。だろ？楽しかったよ。本当かい？ありがとう。いいえ。じゃあね。バイバイ。ああ。全部勝っちゃったんだ。そうだね。
そうまでして進みたいの？いやもうゲームですから。え？あそこ行くなんて許さない。どこだよ。僕が邪魔してやる。ほらほら。やめろこの野郎。ああちょっと。早くしないと。ずっとついていくから。ああ来るな。もうあれやん、ゴリ押しに来たやんこいつも。振り返ってないのに。ああちょっと待って。クリック連打はそんなに慣れてないよ僕。ボタンなら慣れてるけど。決まってるんだ。はあ、にゃ。僕は寂しいよ。僕は寂しいよ。みんなも言うことが聞けないの？うん？やだよ。あぶね。指ついそう。君は僕たちが嫌いなの？いや、そういうわけじゃないんですけどね。でもそんな嫌いになるほど知らんし。こんなことしたって意味ないよ。そうなのかい？でもみんなそうやって死んでってるわけやもんな、この。そうやって自分を苦しめてた。つかね、あの最初に出てきた先生は一体何なんでしょう。先生は何をしてたんやろ。わあ、天使。行くなよあそこに。え？君のためを思って言ってるんだ。ほんまに思って言ってくれてそうではある。いやーでも行くしかないよね。これはね。だって前に進むっていう選択肢 しかないんですもの。うわーなんじゃこれ。なんか、君は行くべきじゃない。海外の人形みたいな。みんな騙されてたんだ。え？いやでもどうしようもないな。ララララ。全部嘘だったんだ。うん。帰っちゃいけないんだ。これは罠だ。これは罠だ。でも確かに奥に腕みたいなの落ちてはいるよね。またなんか起きるんやろうな、これな。ほら、ここに落ちてるわ。でもあそこに行くの。うん。ここなら僕たちがいるよ。いる。まあそことかさ、そういうさ、ちょっと抽象的な言い方じゃなくて具体的に言ってくれませんかね、ほんと。ああ、なんかでもだんだん明るくなってきたね。うん。え？この女の子がいるじゃないの。おお。ねえ、行かないで。お願い。寂しいよ。めちゃくちゃ止めてくるよ。ここにいておくれよ。スグルー、それはダメなんだよ。僕は先に進むんだよ。首落ちてるな、ここに。僕たちを置いていくの？手を伸ばす。手を伸ばします。え、それも、それ、どうなのこれ。あれ？え？ああ。かわいい。うわーだよね。そう簡単にはいかんよな。お手手がうん、ドロドロに、溶けてる溶けてる溶けてる。あ、腕溶けてる。あ、やっぱそういう感じ。酸性の酸性のもの。酸性のものって何？え？帰り道。え、終わりこれで。え？終わってしもたんやけど。いやー、イラスト白米さん、すごく好きな絵柄なので、はい、そうなんです、すごく好きな絵柄でした。背景撮影友人って。あー、ちゃんと声の出演の人いっぱいいるんやね、ちゃんとね。へー、え、これがエンディング。いやでもなんかお寺でさ、右に行ったけど、右に行くんじゃないんじゃないですか？あれ。どうにかしてできるんじゃない？なんか、わからんけど。はい。いや、なんか、このゲームを作った会社が、なんだっけ？なんとかキテレツダイヤルっていう、結構ちょっと有名なゲームがあるんですけど、それを作ったところらしいんですよね。お！あ、やっぱ。この道をお戻りなさい。はい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 。振り返ってはいけないよ。え？私は後から参ります。はい。ばあさーん！ああ、ばあさんが指バッチンで消えていってるよ、これ。完全に指バッチンで消えてるよ、これ。ああ、どっかでサノスが指バッチンしたな、これな、これな。この道をお戻りください。
ゲームクリア。エンディング10、帰り道。え？振り返っちゃったねで、びっくりした。何？え？何？え、どういうこと？え？どういうこと？どういうこと？え、どういう、今の何？いや、普通に、いや、じゃあちょっと、もう一回、ばあさんのとこから やろっかなって思ったら。はい、あ、振り返りってそういう、なんていうの？ちょっと、巻き戻ってやるっていうのも振り返りに入んの。え？ちょっとよくわからないんで、一回始めからやってみますか。で、エンドリストで、お帰り。なんか途中のやつ、ちょっとやってみるか。わざとやられてみたりしてみましょう。で、この女の子、あれ、女の子ってやられたっけ？後戻りしない。ここで後戻りするにしてみると、はい。おお。あ、これはやられたね。一回。右耳ちょうだい。え？あ、ちょっと待って。あ、今更気づいたけど、右耳ちょうだいって言われてやられたから、こっから右側の音声ずっと聞こえへんくなってたってことじゃない？そういうことやわ。おい。ちょうだい。これちょうだい、ちょうだい、あげましょう。右目。あげる。ああ。取られた。やっぱ、うわ、すげえ。右目取られたから、右側が見えづらくなっている。うわ、右目ついてる。ああ。全部取られるやつや、これ。ああ、ちょっとあげる。あ、これただ左側から音聞こえへんくなるパターンね、俺次多分。ああ、あ、音聞こえへんくなった。両耳取られたから、音聞こえへんくなった。すげえ。左目ちょうだーい。ふわーんってなって、これも無視し続けると、もう全部取られる。うわぁ、何も見えへんくなった。どうしよう。あ、おねだり。キモバおねだりやって。はぁ、すげぇ。普通に、これは、ここで後戻りしたらどうなんや。ここで一旦後戻りをしてみよう。はい。すると、口の中に大量の卵を探して、あ、なんかカエル持ってる。あれ、カエルの卵ってこと？あ、道連れ。で、ここまで来て、で、エンド6の敗北は、さっきの家の中での、バトルですね。あれにやられると、取れるんよね。で、7、8、9が、ちょっとわからんねんけど、だから人形？最後出てきた女の子の人形みたいな。あれ、に手を伸ばさへんかったりしたりしなかったりすればいいんじゃないでしょうか。襲撃？あ、襲撃はあれか、連打するところか。襲撃で一回やられてみるか。僕が邪魔してやる。で、ここを振りほどかずに、このままやられると、頭だけ振り返っちゃうよ。あん！幸福。あ、幸福。あ、これが幸福なんや。え、どこでやられたら敗北じゃなくなんねやろ。とりあえず、だるまで、だるまさんが転んだでやられてみよう。多分、これ、普通に、そうよね。おしまーい。ああ、でもエンドル敗北なのか。まあ、一回最後をやってみようかな。うん。うらら。僕たちを置いていくの？これで手を伸ばさないを選択すると、どうなるんや？あ、でもどっちみちやられそうやな、これ。うわぁ！ここでずーっと遊ぼうよ！いやぁ！あー、これ、みんな一緒。エンディング7がわからんな。7どうやってやんねやろ。はい、ってことで、だるまさんが転んだのところに戻ってきました。
ちょっと調べたんですけど、エンディング7は、このだるまさんが転んだとか旗揚げのミニゲームを遊んだ後、クリアした後の QTE に失敗すると、取れるらしいです。なので一旦普通にだるまさんが転んだをプレイします。うわ、捕まった。よし、とりあえず捕まえました。君すごいね。うん。楽しかったよ。ありがとう。はい。じゃあね。じゃあね。で？つまんないの？すぐ負けると思ったのに。クリア後の QTE ってあったっけ？早く先に進みなよ。次の子が君を待ってるよ。クリア後の QTE、 あ、これか。これで前に進もう、やらへんかったら。これでみんな負けちゃった。はっはっはっ。あ、で、これで終わり。油断。あー、全部取った。よーし。全部回収しました。はい。で、全回収特典っていうのがありますね。この先は実況配信公開を禁止している区域。あ、なるほど。じゃあちょっと動画では映せないんですけど、僕だけ見てきます。はい。で、見たい方はね、実際にプレイしてみてください。とりあえずちょっと見てきます。はい。ということで、帰り道、プレイしてきました。エンディングのおばあさんのシーンが若干意味深やったんやけど、まあ、特に、なんていうのかな。意味はないというか、まあ、考察の余地を残して終わるっていう感じなんかな。ちょっとわからないですけども。はい。すごいね、短い。もう1時間ちょっとしかプレイしてないんですけど、めちゃくちゃ満足度の高いゲームでした。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のね、ホラーゲームとか、他のゲームの配信とか、実況でお会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。じゃあねー。